皆さんこんにちは、みかんくるです。今回はこちらのコアラの編みぐるみの作り方をご紹介いたします。材料です。今回使用するのはエッグプラムさんからご提供いただきました、こちらの4ワンチャンニャンチャンという毛糸です。カラーナンバー29番のベージュと35番のグレーを使用していきます。糸の詳しい情報につきましては画面右上のアイマークと、そして概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらをご参考ください。目と鼻を刺繍するための黒い毛糸も少し使用していきます。そして中に詰める綿と木工用ボンド、ハサミ、とじ針、かぎ針は3ミリ5号のものを使用していきます。まずは頭から編み始めていきます。輪の作り目をします。指に2回巻きつけてから輪の中に針を通して向こう側の糸を手前にくぐらせてきます。ここから鎖編み1目を編んで立ち上げます。次に輪の中に細編みを6回編み入れていきます。1回、2回、3回、4回、5回、6回。次に輪を引き締めます。糸端を軽く引っ張ってから二重になっている輪のうち縮んだ方の内側の糸を糸端が出ているのと同じ方向に向かって引っ張ります。最後にもう一度糸端を引っ張ってしっかりと輪を引き締めます。次に初めに編んだ細編みの頭に針を通してここに引き抜き編みをします。これで1段目が出来上がりました。次に2段目を編んでいきます。鎖編み1目を編んで立ち上げたらすぐ根元の始めの目に細編みを2回編み入れます。1回、2回。次の目に移ってここにも同じく細編みを2回編み入れます。次の目にも細編みを2回。同じようにすべての目に細編みを2回ずつ編んでいきます。これで一周できて目の数が12目になりました。はじめに編んだ細編みの頭に針を通して引き抜き編みをします。これで2段目が出来上がりました。ここで一度編み始めの糸端は邪魔になりますので短くカットしてしまいます。続けて3段目を編んでいきます。鎖編み1目を編んで立ち上げたらすぐ根元の始めの目に細編みを1
回編みます。次の目に移ってここには細編み2回を編み入れて増やし目をします。次の目には細編みを1回、次の目には細編み2回を編み入れて増やし目をします。同じように細編み1回と増やし目を繰り返しながら1周編んでいきます。1回増やし目、1回増やし目、1回増やし目。これで1周できたことになります。目の数は18目に増えています。はじめに編んだ細編みの頭に針を通して引き抜き編みをします。これで3段目が編み終わりました。次に4段目を編んでいきます。鎖編み1目を編んで立ち上げたら、3段目と同じくまずはじめの目には細編みを1回、次の目には細編み2回を編み入れて増やし目をします。次の目には細編みを1回、この段ではこれが一つのパターンになります。細編み1回、増やし目1回、これを繰り返していきます。次の目に細編みを1回、次の目には増やし目、次の目には細編みを1回編みます。また次の目から細編み1回、増やし目、細編み1回、次の目から細編み1回、増やし目、細編み1回、また次の目から細編み1回、増やし目、細編み1回、次の目から細編み1回、増やし目、細編み1回。これで1周編み終わって目の数は24目に増えました。はじめに編んだ細編みの頭に引き抜き編みをします。これで4段目が編み終わりました。次に5段目を編んでいきます。鎖編み1目を編んで立ち上げたら、まずはじめの3目に細編みをそれぞれ1回ずつ編みます。1、次の目に進んで、2、次の目に進んで、3、細編み3目が編めたら次の目で増やし目をします。細編みを2回、これが一つのパターンになります。これを繰り返しながら編んでいきます。次の目から細編みを1、2、3目編んだら次の目で増やし目をします。
また次の目から1 2 3目編んだら次の目で増やし目をします。1 2 3目編んだら増やし目。1 2 3目編んだら増やし目。1 2 3目編んだら増やし目。これでまた1周編めました。目の数は30目に増えています。はじめに編んだ細編みの頭に引き抜き編みをします。これで5段目が完成しました。次に6段目を編んでいきます。鎖編み1目を編んで立ち上げたら、はじめの2目にそれぞれ細編みを1回ずつ編みます。細編み2目が編めたら次の目で増やし目をします。また次の2目にはそれぞれ細編みを1回ずつ編みます。細編み1、2、増やし目1、2と編みました。これを繰り返していきます。次の目から1、2、増やし目、1、2、また次の目から1、2、増やし目、1、2、次の目から1、2、増やし目、1、2、次の目から1、2、増やし目、1、2、また次の目から1、2、増やし目、1、2。これで1周編めました。目の数は36目に増えています。はじめの細編みの頭に引き抜き編みをして、これで6段目の完成になります。次に7段目を編んでいきます。鎖編み1目を編んで立ち上げたら、この段では初めの1、2、3、4、5目にそれぞれ細編みを1回ずつ編みます。1、2、3、4、5目編んだら次の目で増やし目をします。また次の目から1、2、3、4、5目編んだら次の目で増やし目をします。また次の目から1、2、3、4、5目編んだら次の目で増やし目をします。
次の目から1、2、3、4、5目編んだら次の目で増やし目、また次の目から1、2、3、4、5目編んだら次の目で増やし目、次の目から1、2、3、4、5目編んだら次の目で増やし目をします。これで1周できて目の数が42目に増えました。はじめの細編みの頭に引き抜き編みをします。これで7段目が編み終わったことになります。次の8段目、9段目、10段目までは目の数を変えずに1目に1回ずつ細編みを編んでいきます。1目に1回ずつ1段あたり42目のまま10段目までが編み終わったところです。次に11段目からは減らし目をしていきます。まず鎖編み1目を編んで立ち上げたら、はじめの5目にそれぞれ細編みを1回ずつ編みます。1、2、3、4、5目編めたら次の2目で減らし目をします。細編みの2目一度を編んで減らし目をします。次の目からまた5目、1目に1回ずつ細編みを編みます。1、2、3、4、5目編んだら次の2目で細編みの2目一度を編んで1目減らし目をします。また次の目から細編みを5目編んでいきます。1、2、3、4、5目編んだら次の2目で細編みの2目一度を編んで減らし目をします。また次の目から細編みを5目編みます。1、2、3、4、5目編んだら次の2目で細編みの2目一度を編んで減らし目をします。また次の目からは細編みを5目編んでいきます。1、2、3、4、5目編んだら次の2目で細編みの2目一度を編んで減らし目をします。また次の目から
細編みを5目編みます。1 2 3 4 5目編んだら最後の2目でまた細編みの2目一度編んで減らし目をします。これで11段目が1周編み終わって目の数は36目に減りました。はじめの細編みの頭に引き抜き編みをします。次に12段目を編んでいきます。鎖編み1目を編んで立ち上げたら、まずは、はじめの2目に、それぞれ細編みを1回ずつ編みます。1、次の目に移って、2、細編み2目が編めたら、次の2目で減らし目をします。細編みの2目一度編んで、減らし目。次の2目にはまた細編みを1回ずつ編みます。1、次の目に進んで2、細編み1、2、減らし目1、2、これがこの段での一つのパターンになります。また次の目から1、2、減らし目、1、2、これを繰り返しながら編んでいきます。1、2、減らし目、1、2、また次の目から1、2、減らし目、1、2、次の目から1、2、減らし目、1、2、次の目から1、2、減らし目、1、2、これで12段目が1周編み終わりました。目の数は30目に減っています。はじめの細編みの頭に針を通して引き抜き編みをします。次に13段目を編んでいきます。鎖編み1目を編んで立ち上げたら、この段でははじめの1、2、3目にそれぞれ細編みを1回ずつ編みます。1、2、3目編めたら次の2目を使って減らし目をします。この段ではこれを繰り返していきます。次の目から細編みを1、2、3目編んだら
減らし目、次の目から1、2、3目編んだら減らし目、次の目から1、2、3目編んだら減らし目、次の目から1、2、3目編んだら減らし目、また次の目から1、2、3目編んだら減らし目をします。これで1周編み終わって目の数は24目に減りました。はじめの細編みの頭に引き抜き編みをします。これで13段目が編み終わったことになります。次に14段目を編んでいきます。鎖編み1目を編んで立ち上げたら、まずすぐ根元の初めの目に細編みを1回編んだら、次の2目で細編みの2目一度編んで減らし目をします。次の目には細編みを1回、これを繰り返していきます。次の目から細編み1回、減らし目、細編み1回、1回、減らし目、1回、減らし目、1回、1回、減らし目、1回、減らし目、1回。これで1周編み終わって目の数は18目になりました。はじめの細編みの頭に引き抜き編みをします。これで14段目が編み終わりました。次に15段目を編んでいきます。この段が最後の段になります。鎖編み1目を編んで立ち上げたら、はじめの目にまずは細編みを1回、次に細編みの2目一度編んで減らし目をします。次の目には細編みを1回、次の2目で細編み2目一度編んで減らし目をします。同じように細編み1回と減らし目を繰り返しながら編んでいきます。細編み1回、減らし目、細編み1回、減らし目、細編み1回、減らし目、
これで1周できましたので、はじめの細編みの頭に引き抜き編みをします。これで15段目が編み終わって、目の数は12目になりました。これで頭の編み終わりになります。糸を適当な長さ、少しだけ残してカットします。出ている糸端はとじ針を使って始末しておきます。次に中に綿を詰めておきます。しっかりと綿が詰まったら、これでまずは頭部の完成になります。